ウルリケ・グレッスラーは、ドイツ、ザクセン州、アイロンバーグ出身のスキージャンプ選手。身長175センチメートルの大型ジャンパーで、現在ドイツ女子ジャンプ界のエース格である。グレッスラーは、2001年夏の FIS レディースツアー、マイネルツハーゲンで、国際大会にデビュー、2002年冬の FIS レディースグランプリで、総合14位となった。二千三年には、 ドイツ選手権で優勝2004年のノルディックスキージュニア世界選手権では非公式種目ながら2位となった。レディースコンチネンタルカップの導入以来、グレッスラーはこの女子ジャンプ最高峰のシリーズにおいて常にトップクラスの成績を残している。記念すべき最初のシーズンである2004、05シーズンは12試合中11試合でベスト手に入りし、総合6位となった。 コンチネンタルカップの一部となっている、レディースグランプリでは3位となった。翌2005から2006シーズンはややふ。2007から2008シーズンは夏場不振に陥ったが冬には復調して、総合10位に入った。2008年から、コンチネンタルカップは夏シーズンと冬シーズンに分割されたが、グレッスラーは3勝を上げるなどして夏シーズンの初代、総合優勝者となった。 チェコのリベレツで開催された2009年ノルディックスキー世界選手権で銀メダルを獲得した。2009から2010シーズンはコンチネンタルカップで計7勝を挙げて総合2位。2010から2011シーズンは総合7位となった。2011年ノルディックスキー世界選手権ではメダルも期待されたが19位に終わった。 2011から2012シーズンから始まった女子スキージャンプワールドカップでは3位が2回、4戦、連続4位など安定した成績を残し総合4位となった。2012から2013シーズンは不調で、ワールドカップでは一度も一桁順位に入れずに2013年、ノルディックスキー世界選手権に臨み、個人戦は11位に終わったが、混合団体では銅メダルを獲得した。 ワールドカップ総合では33位に終わった。2014ソチオ,オリンピックは22位と振るわなかった。ありがとうございます。